ボツフィオールはノルウェーのトロムスオフィンマルク県にある基礎自治体。行政の中心地はボツフィオール村である。ボツフィオール村1868年にバードーからバードーヘレとして分立し、1957年にボツフィオールに改称された。半島の北東部分は1964年1月1日にバードーへ返還された。アメリカのテレビアニメ メタロカリプスの第1回ザ・カーズ・オブ・デスクロックの舞台になった。地名は、コノルド語で、フィヨルドの奥という意味のボトン不要さはから来ている。現在の紋章は1985年4月19日に制定された。この地域における漁業並びに水産化工業の重要性を表すため、釣り針が描かれている。針の形状はこの地で出土した石器時代のものを模した。 バランゲル半島の北東部に位置する。かつては不毛な沿岸部に複数の村があったが、後に入江のボツフィヨルド町に集約された。近年ではボツフィヨルド空港が開港し、港に沿岸急行線、フッィル店も停泊する予定。ハムニングベルグ海沿いにはハムニングベルグという廃魚村がある。村の木造住宅は多くが19世紀に建てられたが、 第二次世界大戦の空襲を免れたため今でもよく保存されており人気の観光スポットになっている。夏には滞在もできる。市内には県内最高峰のオルド山がある。またシルテフィオールズタウランには世界最北のカツオドリの映像地がある。その数は1961年の2話から次第に増え、今では300津街以上が生息している。ありがとうございます。